こんにちは、どうもです。さあ、今回なんですけど、新しいガチャ行きましょう。将棋ガチャやね。ダブルゼータがアシュラかな。アシュラ、言ってた通り、変身スキルというのが登場しとるということで、まあ、この辺は使うときにあれすればいいかな。ダブルゼータ、アシュラ、お待つ。Z ランクを待つ。今回ね、結構きつかったよね。チラって見たけど。だよね。アシュラ 0.5 はいいんやけど、ハイパーミッチ 0.3、ヨシツネ 0.1。これはきついね。きつすぎでしょ。0.1、0.3、0.5? マジ?ずる!で、1.6、2.0、まあこれはいいけど。まあ、だから5個か。まあでも行くよ。確率低いだろうが、全部出るまで、行きたいなと思います。最後、確認しとく。ハイパーミッチー!俺っち友達、それコマさん、お松さんしか勝たん、 0.1 の義経さん、うおーアシュラー、ハイパーミッチー、俺っち友達、それコマさん、お松さんしか勝たん、 0.1 の義経さん、うおーアシュラー、さあ行くぞ。はい、ってことでいつも通り9万ポイント200連で全部出したいなと思います。確率は低いけど、全部出しましょう!いきます!せーの!レバー 1! 将棋バージョン!いえ!よし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 。まあ、5個とはいえ、さっき言ったように3つがきついから、早めに、もうそれやね。もうそれしかないね。大津野のなんか、フラワーのやつ。大津野のフラワーのやつ。おっ!ブイクリーフラワーのやつだよ。前の動画でも言ったけど、お松が強いね。Z ランクのね。攻撃力アップでデカップに降ってくるね。だから、それ確率上がってるから、普通の人は、ガチャ引く人はね、もうお待つ、とりあえず引ければ、今はいいと思ったら、赤で、止まっちゃって!お待つの話してたよ、そう。うん。このお待つが出たら、もうここでほら、やめればさ、勝ちでしょ。20連でお待つ出て、また確率が上がるのを待つ、というのがね、いいと思いますよ。ただね、僕はね、終われないんで、0.1 ってやばくない？ 0.1 とかあった？え？なんでそんな、せめてさ、4ぐらいだったら、まあまあまあだけど、0.1 ってきつない？にゃっ！ほげほげちょっときついな。ちょっときついよね。キン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 さん。筋率は悪くない。まあまた、50連でいいかな。ちょっと今回もう、延長戦覚悟だから正直。無理だよ。だって、200連じゃ足りないよ。0.1 と 0.3 はキツシだよ。行きましょう!ごえもんネークだ、はあ、やばいよ、これ。お待つのみ。お待つのみ把握。全部金把握。50連目です。はい、赤タップラストですね。お待つのみです。まあ、コマさんは出ると思う。コマさんは出るけど、お待つのみです。お待つのみです。もうダメだ。もうダメだ。ぬっ金タップいきまーす。くらえ。わかったね。このパターンは急に来るやつだね。だからワンチャン逆にいいね。多分、ミッチーとかいたらもう義経も来ちゃうね。もうこれ急に来ちゃうやつだ、多分。うん。そのコマじゃなくてもう一個のコマなんだけど。まあまあまあ、そうそう、逆にない方がいいわ。これ急に来るやつだから、中途半端に来ちゃうより、いいよ。全部金だ、すごくない ?70 連して全部金。70連して全部金。お肉もじゃない?懐かしい。懐かしい。昔強かった。昔は強かった。今はもう使わないかな。
いや、まあ、4つも残ってんだけど。だって4つ残って延長戦になったらどうする？もうやめる？もう中止にする？よーしよしよしよし。もういその悩み。グッドタイム。あげるの忘れてたよ。技あげてなかったよ。まだパス出てないから。パスも出てないし、ダブルゼータも出てないから、まだ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 、こっからでしょ。こっからまだまだ見せ場があるはず。こっからまだまだ、ブリー。こっからまだまだ、戦北。個人。カイチ。110連目じゃない？もう100連超えてたわ。100連超えてたの。え？お祭り？お祭りはないわ。100連してお祭り。さや。さや。え？読み上げちゃうよ。お祭り。さや。え？お、え？本当に、本当に、え？何も出ないね。え？え？もうこれダメじゃない？ちょっと、これはないわ。これはないよ。さすがに。これ別に確率低いとかっていうのじゃない。だって、2% すら出てないし。2% すら出てないし。そろそろ来てもいい。そろそろいいよ。そろそろ、牛馬、牛馬。牛馬、牛馬。ちょ、一瞬3体とも牛馬と思ったね。ちゃうんだよ。そういう遊びをしてるんじゃなくて。え？何これ、え、もう絶対無理じゃん。もうあと何連、もうあと60連ぐらいよ。あと4つよ。あと4つ。あ、惜しい団子3兄弟。下から行こう。パスパスパス。パスパスパス。と。ああ、なんだよ、コマさんか。ごめん、なんだよって言ったあれだけど。まあこれ 2% のやつかな。はい。え、いや、普通だとこれでなんか、あとダブルゼータ出れば終わりだね、みたいな、ノリやん。まだ3つあっからね。3つあっからね。これやばくない？え、これマジ500連ぐらい行くでしょ？じゃ、せめてじゃあ、いいよ、延長戦でもいいから、あと1個だけ出そう、延長戦の前に。もう止まれば確率の低い3つのどれかだけど、これ止めるのは相当むずいわ。だって 0.5、0.3、0.1 だもん。これもう無理だよ。ああ、残り何十連ですか？もう残り40連ですね。命が削られていきますね。残り40連で3つ。残り40連で3つ。まあでも10連で1個出ればワンチャンあるって考えればいけるけど、さっきから止まる気がしないんですよね。そうなんですよね。メカキュービー。ドッ！30連で3つ。30連で3つです。いらっしゃいませ。30連で3つ。いらっしゃいませ。金が4つで3つ止める。ポッ！まだ3つ。1個ぐらい来てよ。いや、これ地獄すぎるでしょ。これもう無理だ。これもうやめた方がいいよ。もう地獄すぎるわ。だって無理だよ。もう。ちょ、三つ残しよりによってかよ。よりによってかよ。いや、もう無理だよ、これ。もう S しか出ないし。ちょ、これマジで無理だ。あー、コマもでも2だよ、言うて。言うて2体目。もう、延長戦だ。延長戦と分かってて引く、この最後の10連の気持ち。あ、ちなみに120円ガチャは、引いたからね。多分カットしてると思うけど、五右衛門でした。はい。じゃ、1個だけ行こう。そしたらまだちょっと延長戦やる気が出る。やる気が出るから、1個だけ行こうよ。1個だけ。もうお願いだわ。誰だよ。もう無理だよ、もう。地獄すぎる、これ。強化の延長戦。確率下げてくるなら、ワイプ増やしてきたよ。5万6000ポイント。延長戦でこれだから。無理だもん。もう、これマジで、もうマジで無理。
もうこっからどうすんのこれ、マジ720年超えるんじゃないのこれ、このままだと。やばいよ、ほんとに。これ、遅刻すぎるでしょ。逆に、おほほほほ、逆にミッチーとか、義経とか出たらいいんだと思います。これはいけるぞ。まずは、端をタップしてって、どうせ出ないから、やっても問題ないでしょう。行きましょう。団子三兄弟、団子。一番上は止まる、止まる。ランク Z はやめろ、やめろ。オッケー、ミッチー、出たよ、出たよ。団子三兄弟、最強。団子、団子、団子、団子。まだまだ二つある、まだまだ二つある、まだまだ二つある。ブリー。まあ、一個でも出たらいいよ。一個でも出たら全然オッケーよ。全然。よしよしよし、団子三兄弟来てた。団子三兄弟来てるぞ。お祭り4、お祭り4。冷静になってきた。これ310連目で2つだから、先に義経が欲しい、先に義経が欲しいな。いやこれおビーンキビーンキ。まあでも1個でだからもうこのレベルよ。5万6000ポイント延長戦使ったけど、前半で1個出たから全然いいわ。 OKOKOK 決まってるから、延長戦後半でもう一個出て、BK 戦でって感じかな。やっぱそうなるよね。まあ知ってたよ。オッケー、いいでしょう。ネクスト。またまた5万6点ポイント。えいえ。一個はお願い。一個はお願い。あわよくば2個で終わろう。それで行きましょう。一個はお願い。これ、確か120連だから5万6000ポイントって。お待つ、お待つ、5。全部なくなったら440連ですね。違う。あ、そうだね。440連ですね。OK。よし。行きましょう。金4、金4、4、4、4、はい、金4、金4、金4、4。金4でも止まらないのが、このガチャです。もう、お待つ6。お待つ6、コマさん3だよ。お待つ7、お待つ7、お待つ8、お待つ8。1年これ、じゃあ結局俺ダブルゼータが出なかったから嬉しいわ。我の望みはただ一つ。だって別に義経が 0.1 じゃなかったとしても結局ダブルゼータが出てなら引いてるし。来た来た、やば、超なんかレア感がある。今ゲットする義経は、いや、しかも最後アシュラでしょ。終わる。 0.5 が軽く感じる。あと30連ある。いけるぞ、いけるぞ。これ400連目じゃない、これ400連目だ多分。これ400連目でぴったり終わろうぜ。あともうアシュラだったらいけるよ。アシュラだったらいけるよ。そこでつまずかないよ。だって 0.5 だろ。あ、 0.5 だろ。 0.5 だったらよ、義経の5倍だよ。5倍あったらいけるでしょ。5倍、5倍。
いやー、もうラッタもう楽にやって、こっから回ることはないわ。もういけるいける、来ちゃい来ちゃい来ちゃい。もういける、もういけるぞ。もういけるぞ。行ってくれ、行かない、行かない、なぜだ、なぜ、お松球、お松球だ。お松が銃に近づいている。ラストだ。これが本当の、レバー、ワン。もう、PK 戦行きたくねえ。頼む、頼む、頼む、頼む。あ、待って、義経、ね、上げてない必殺技。まあ、でもどうせ出ないか、0.1 だもんね。はい、ダメか。もう、3回目の5万6000ポイントこれでいけるでしょ。もういける。だっていい感じに来てるから、これでいけるはず。はあ、まあアシュラだけよ。結局ダブルゼータだけ。うっ、もう開けといてよかったわ。え、結局 0.12 回引いちゃうね。もうもうそれはなっちゃうわ。もうえ、天才だったわ。ちゃうねんちゃうねん、今いらんねんそんな。え、ちょっと待って、アシュラ出ない、あれあれ、ちょっと予定と違うな、予定と違うな。そろそろ来てもいいんじゃないかなって思ってんだけどね。お松十、お松十です。やったー、お松十来たからクリアですね。540連目、540連目、あ、結構来てんな。くそ、結構来てたわ。540連目ですね。540連か、そうかそうか。お松11。やばいな、これランキン、ランクインしたね。ランクインしたわ、爆死ランキング。550連目。しかも結局最後残ったのがダブルゼータなんだが。ん？なぜだ？なぜですか？なぜダブルゼータなんですか？もうこいつらは、ちょ、待って、出なくない？え、嘘でしょ？もう、終わるんだけど。560連目です。え、マジ出ないんだけど、アシュラ。ちょっと、舐めてた。ちょっと 0.5 を舐めてたよ。お願い！もう助けてくれ、助けてよ。4回目の56000ポイント。もう来ていいでしょ、もう来ていい、もう来る。もう確率関係なかったわ。結局ダブルゼータが出ないんだもん。別に確率関係なかったわ、俺にとって。はぁ、これ全部なくなったら、ちなみに、680連かな、多分。なくなったら、なくなったらよ。ダメだ。早送りしようぜ。でしょ。はあ、気に入った。なぎー、おぎー、本当に多分600年ぐらい。あー、終わった、終わったよ。あー、5万6000ポイントから3万8000でしょ。あ、ここの枠40連だもんね。あ、ちょうど600連じゃない？来た！ああ！
終わったやっと。長すぎ。はい、ってことで。ちょっともう疲れたから、3つでいい。次の動画で使うしね。はい、12体ぐらい出たお松です。強い！横取りアップね。横取りアップで、攻撃力アップで、スキルが言ったけど、落ちてくる。スキル1で 6% と、いった感じです。参りましょう。で、まあ、今は超、超レア。義経ね。ダメージアップ、ダメージダウン。整理。整理か。もうちょっと強くてもいいのにね。ちょっと必殺技は、あれだけど。まあ、いいでしょう。レース、ダブルゼータ、アシュラ。あー、白虎か。白虎はガチャこれしか持ってないのかな、特殊能力。ひゃ！覇王陣！覇王陣！600連でした。今日言いたいことは一つだけですね。仮に 0.1% を下回る確率が来ようと、俺は全部出るまでを続けたいなと思います。皆さんのガチャ結果もコメント欄でお待ちしております。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。